さくら市議会議員の高木大輔です。今日も愛車の産業振興号とともにさくら市のためにしっかりと働いてまいります。もう終わりですか？ね、ああ、そんな感じです。はい、あ、大丈夫です。カットイーの、店主の中村さんにお店の特色をお聞きしたいと思います。お店の特色をお伺いします。はい、男女ともにカットが上手で1000円でできて、カラーもパーマもどこよりも安いお店です。はい、ありがとうございました。はい。